さこちら、うん、ホビーウォッチから。<laughs> こう、間違ってんで確かに思ったわ、うん。走行系ボトムズよりバララントの AT、ファッティがあプラモデルで初製品化。なんと、驚愕の2026年の発売。<laughs> あのね、来年の話したらあ鬼が笑うって言われたのかな。 来年の話したら、2年先かよ、みたいなところ。おそらくね、えぇ、ー、2025年、2025年は、ウェーブも、あお金がたまらんとあ、お金がたまらないと、製品が発売されないんじゃないか。結構これ当たってると思うね。で、えぇ、ー、25年は、 えー、ストライクドックと、ストライクドックと、あーマーシードックの PS 版が出て、で、えー、みんなが買ってくれたらあ、早い段階でファッティを出したい。<laughs> こうおそらくねあー、そうなんですよ。正直ね、えー、ファッティはね、あのー、まあ、僕、ホビーショーのやつ見たけど、えー、ツワーグかなんかも出るらしいねんな。 あの、クエント編に出てきた。やめといた方がいいと思うねんな。ツアーグとかは。一定数は買うと思うんやけど、みんなが買うものじゃない。で、特にこのファッティは、あユニオンやったかな。60分の1でユニオンがファッティ出してんのよ。けどね、えー、ファッティって、正直、そんな売れない。うん。 あのね、ウェーブやったら、あの、ガレージキットで、えっとね、ラークの時やったかなラークから始まって、えぇ、ー、ウェーブの時も、このファッティは、えー、ガレージキットで出てんねん。ファッティは、ガレージキットでも出てんねん。けどね、致命的に、致命的やねん。致命的に、えぇ、ー、あぁ、売れないキットなんですよ。 その証拠がね、あのー、バンダイ、バンダイの二十分の一って、バンダイの二十分の一ではね、ファッティは、ペールゼンファイルズのおかげもあって、えー、バンダイのファッティは、こっちじゃなくて陸戦型の方やねんな。陸戦型。で、えー、結果として売れたんか、ファッティの陸戦型は売れてないってよ。<laughs> ファッティの陸戦型も売れてないってよ。僕でね、えー、ファッティの陸戦型、バンダイのやつはね、えー、新品で買ったのは、あヨドバシで3個。4000円やった時かな。4000円ぐらいの時にヨドバシで3個ぐらい買ったんやけど、正直ね、えー、中古やったらね、やっぱりファッティの20分の1やったら、3000円ぐらいは、 やっぱ3000円は切れへんかったら、ちょっと手が出ないかなバンダルの時でも。それぐらい、正直、えー、これっていうメリットがないのよなファッティって。ツワーグなんかはね、まだ、あーウェーブが小回り効いたらいいけどね、ウェーブの小回りが効いたら、ツワーグはサンドトリッパーが付いたやつで、なおかつ、えー、例えばあ、ルシャッコと、 え、キリコのフィギュアがついてるとかね。<laughs> あの、かっぱらったやつやな。秘密結社からかっぱらったときに、あのー、ルシャッコとキリコが乗ったタイプにするか、サンドトリッパーがあるかないか。けどなこれね、ユニオンからはツワークもやっぱ出てんねん。で、ちなみにウェーブ、ラークやな。元のガレージキットのときはラーク、 時もあのやっぱりツアーは出ててましてやっぱりねそんなに売れてないねあのどうやろうな、えー、確率論で言ったら今、えー、100, 人の100人やな100人のうちプラモデル買ってますよっていう人はおそらく100人のうち多分3人ぐらいじゃないかなプラモデルを趣味としてる人ね 100分の3ぐらい,いっちゃうかな。で、その100分の3から、100分の3から、その3を持ってきて、その3を100にした後、ガンダム買ってる人が、おそらく70%ぐらい。だから、100人のうち、趣味としてプラモデルやってる人のうち、だいたい50人に1人ぐらいしか、50人に1人はガンダム。 70%ぐらいだよね。で、あとはあ、スケールキットとかをやってる人がほとんどなっちゃうんかな。確率論やで。100人に1人ぐらいの確率論で、えー、もしかしたら当たるか当たれへんか、なんですよ。これ実はね、えっと、今日やな、びっくりしたことがあって、めちゃめちゃびっくりしたことがあって、あのー、 これじゃなくって、あの、マックスファクトリーやな。マックスファクトリーの、えー、モデロイド。マックスファクトリーのモデロイドで、えー、オーガス。マックスファクトリーのオーガス。しかもやで、オルソンスペシャルと、えー、ナイキックやな。ごめんごめん。まあ、ちょっと。 オルソンスペシャルとオーガスのナイキックが一応まあ2個ぐらい買っとこうかなと思って来年の7月らしいねんけどアマゾンで予約したらアマゾンで予約したらいきなり来年の7月やのにやで来年の7月やのにいきなりえクレジットの請求がかかって <laughs> それ壊れそうやねんあのねアマゾンって アマゾンで本来はね、あのー、Amazon は、クレジットの請求っていうのは発送ベースやねん。アマゾンは。んで、ちょっとおかしくないって言って、アマゾン、来年の7月のやで、来年の7月の、あの、プラモデル、マックスファクトリーのプラモデルを予約しただけで、あのー、発送日も決まってないのに、 二個ずつやったから二万六千円ぐらい請求がいきなりかかって、アマゾンに抗議したんや。発想ベースじゃないんかよって、発想ベースじゃないんかよって、えー、え、アマゾンに言ったら、帰ってきた答えが衝撃的 <laughs>。帰ってきた答えが衝撃的 <laughs>。あのね、アマゾンが言うには、マックスファクトリーとか、一部のメーカーのキットは、 あのー、予約金を取らなあかん。予約金取らなあかんらしいね。これね、えっと、コールセンターの人は予約、予約金やな。要は頼んだ時にお金払わなあかん。これどういうことかって言ったら、おそらくね、キャンセル値が非常に高いはずだよね。キャンセルしてる人が多くて、で、その結果、キャンセルしてる人が多いから、お金をもうもらっとかざるを得ないっていうの。 珍しいで、100%お金取る会社。<laughs> で、あれや、あの、しかもやで、要件、こっちが聞いてる最中に、電話が切れて、またかかってきたけど、また切れて、で、今度はメールやな。予約金もらわないとダメな商品なんです。って言って、えー、メールが来ただけで終わり。で、どうなってんって言ったら、 そら、キャンセルするしかないやろ。キャンセルしたらお金返ってくるからな。うん。ウェーブもそうやけど、なんか、嫌な予感すんで。特に、えー、マックス・渡辺がウェーブの社長になってからやな。ウェーブの社長にマックス・渡辺がなってから、金に汚い会社やな、みたいな。マックス・ファクトリーは僕昔から言ってるはずやねん。マックス・ファクトリーって金に汚い会社やな、と思っとったけど、 予約金取らなあかんって、アマゾンに言わせてんねんで。多分、ウェーブも、あのー、多分そうなんね。ということは、事実上もアマゾンで買われへんいうことやねん。買われへん。なんでかって言ったら、アマゾンで買ったら、結局あのー、アマゾンで買ったら、ええー、まあまあ、価格保証がついてんねんな。アマゾンで予約したら価格保証がついてて、 で、価格保証がついてる場合、一番安い金額になるようになってんねだから、7000円やとして、6000円ぐらいで買えてても、その後、他の人がもっと安い値段つけたら、価格保証で、さらに安くなるね、アマゾンシステムは。けどね、予約金取られたら、ちょっと難しいと思うで。予約金取られたら。うん。言うとったもん、予約金の、予約金が必要な商品なんで。 いや、もうイラ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 ん言うて。イラ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 ンって今キャンセルして、あの、1時間ぐらい経ってんねんけど、あの、キャンセル料、キャンセル料なしや、キャンセル料取らへんけど、あの、返金処理がされてるわ、今。もうイライライランって、イライらラんて、もうイラわみたいなところ、彼の猛者やな、みたいな。それか、あの、アマゾンでキャンセルする人多すぎるんちゃう、みたいな。確かにそうやわ。 あの、ゲットトゥルースファンのダグラムでも、今なんかもう1万六千円ぐらいになっても、誰も買えへんもんな。マックスファクトリーの35分の1の、ゲットトゥルースファンのダグラムやん。1万六千円ぐらいになっても誰も買えへん。在 <laughs> 庫割りになってん。<laughs> 人気あれへんやみたいな。忘れてた人もおるはずやねんな。こんなぐらいになってくるんやで。もうアマゾンでもだから、予約金取られて、結局、 先にお金払うか、なくなった後、転売してるやつのやつが横行するか、あの、二択になるね、これアマゾンのシステムの場合な。要は予約受け付けてる。で、予約受け付けた時点で、予約金取られるような商品やったら、買えへんかって、ギリギリで買おうかってなった時に、結局、ええー、まあ、メーカーの在庫が、アマゾンの在庫がなかったら、転売してるやつが買わなあかんいうことやから、 事実上のもうアマゾンで物は買うなっていうことなんやろうな。これは、具合割りで。